やっぱアップがいいかな。なんか寄ってきた。うわうわ。ホーミーで呼んでみる？飲めないで、なかなか飲めない。お客様、釧路の人じゃないよ。違います。網走です、ね、網走から。網走だったらイカナゴを作れますわ、ね、見たことないけどね。 あんまりないかもしれないね、はい、結構ね、名称がいろいろあるもんですからね、この魚もね、大中小で、大ナゴ、中ナゴ、小ナゴとかね、小ナゴ、メロ、いろんな名前ついてるね、魚です。海流に乗ってますからね。あ、そうなんですか。なのでね、ある程度は大丈夫ですけどね、釧路の寒さはストーブ内でやっぱりダメですね。あ、ここのね、動物舎ね、ストーブあります。今もストーブついてます。へえ。唯一ね、あとね、獣舎ではね、エアコンがついてるので困るものですから、今秘密の場所で、ね、特訓してます。へえ。まあ、もうほとんどね、食べられるようになったんで、まあ、担当者に全然できると思うんですけどね。すいません、おじさん、担当ではないもんです。へぇ。だいたいお腹いっぱいって感じ。いや、まだ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 食べるね。ペンギンで結構変わってて、こう食べる食べる食べる、こう食べない食べない食べない、食べる食べる食べる、繰り返しが若干あるんですけど。へぇ。今ちょっと食べたけど、まだね、それでも1キロ以上は食べてますね、今ね。ここの獣舎もそうですけどね、こうペンギンね、こう手出さないでくださいって書いてますけど、ペンギンではここのペンギンはね、一番に電話してますからね、それで分かるんです。お前食べなきゃダメな、これなって言って、確かに、うん、食べるのうまくないんだよね、確かに、うん、あの人間 の箸とかね、あのフォークの使い方、ね、あの上手い人とそうじゃ、ね、ちょっと苦手な方といいますけどね、ペンギンもね、あのくちばしの使い方っていうのこれあって、いや、下手くそ。ああ。食べたいのに食べれないんだ。そうですね。あの、上手だとはね、どんな一斉魚を加えてもね、ちゃんとね、飲むことできるんですけどね。上手じゃないと、ある程度こう奥に押し込まんとかね。ええ、ここに来たら、こういう魚入ったら飲むっていうところまで、ね、持っててやるので、飲んでくれます。お、満足した。だけどね、あの、エンジンかかればね、それがね、あの、下手くその方がね、あの、バツバツ食べるようになる。ウェー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 。おえ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 。でかいな、カワウソってこんなでかいの。おえ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 。見て。立つカワウソ。木に登るの。
また立つ。トランプダメだよ。下で、下でなんだ。ケープ書いてる。動いてんのいるよ。あ、でもなんかまさにそういう気がした。あ、違う方にやった方が良かったのに。いや、だってあいつもまさにそういう動きだし。あ、招待状だよ。
ちょだちょだ。お前のいるとこまで届かんぞ。このちょっとスマすんげえのっそ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 。俊敏さはないのかこいつ。おい寒い。ああ視界に入ってない。届かねえんだよお前のとこ。よだれ垂らしてるけど食べに行った。なんて横着者なんでしょう。あ、届いた。あ、よだれ。おお、取れた今の。うん。すげえ。おお、うまい。やろうとしたけど届かねえし。あさ。もうない。もうないの？なんか変？さすがにちょっとポルトで壊すと置かない。あーなんか画面あ、うん、あ、怖いよ。食べるの下手なんじゃないの。うん、パンを与えちゃうか。ああ。